はい、皆様こんにちは、こんばんは。本日はこの首輪です。視聴者様からのリクエストでこの編み方を投稿してくださいというご要望がコメント欄にありましたので、編み方を今回はご紹介したいと思います。それではこれをご一緒したいと思います。それでベルト、このループは動画の中では出ておりませんが、ベルトループだけが載せた動画を別の概要欄の方に分かりやすいところに貼ってありますので、それを見てこれを作ってください。はい、では本日はこれをご一緒したいと思います。よろしくお付き合いくださいませ。はい、それでは始めたいと思います。まず今回が芯と土台作りというのが、この白黒のまだらのロープにしました。で、真ん中で模様を作っていくのがこの2色にしました。で、今回は視聴者様からのリクエストがありまして、どこにも結び方が出てないということなので、載せてほしいということでしたので、ちょっと私もやってみることにいたしました。ではまず芯作りからやりますね。このまだらの模様の方を芯にします。はい、それではまずこれを片方のまだらの模様を上から差し込んで2つ折りにします。ちょうど2等分になるように。そしてこの輪の中に、これはいつも通り同じことですね。この中に通します。で、一応締めます。で、反対側も同じように上から差し込んで輪の中に通します。で、視聴者さんはハーフチョークっていうふうなことだったんですけど、私それのパーツが持ち合わせていなかったので、いつも通り私の方の金具、持ち合わせの金具でやることにしましたので、ちょっとそこら辺はね、お望み通りではなかったかとは思うんですけども、ベルト金具にふさわしい編み方でもありましたので、このようにさせていただきました。そしてこれが2本ずつなんですが、順番はどちらからでもいいです。ただ色味が交互になるようにした方が良さそうなので。はい、そしたら次に真ん中に、中央にちょっと安心してこうずるずるしない、結びやすいようにするために、1色2色のうちの1色どちらか、一方構わないで、ご自分で決めた色のものを真ん中にこう同じよう、両サイド芯を通すのと同じやり方で留めていただいて、まず中央に配置します。そしたらこの段階ですぐに次は D カンをつけてしまおうかと思います。はい、で、D カンつけるには、この両サイドのこのロープだけはちょっとまた違う結び方を、最後にきちっと結び止めるために違うやり方をしますので、ちょっとお休みさせますね。この2、4、6本、中央の6本で、この6本でをぐるぐる巻いていって、びっちりこの中に隙間なく埋めたいんですね。その方がしっかり動きにくくなりますので。で、その時もうこの上に乗せていただいて、で、 D カの中をくぐらせ、どちらの方向でもいいです。こうやって巻き止めてってください。右利きの人だったら左側に流した方がやりやすいかもしれませんね。こちら側に、何にもない側の方、これも別にどっちの側にの流さなければいけないということはないので、やりやすい方に流してってください。はい、で、最後の芯のロープをもう一回巻きつけます。このねじれはね、ちょっと取るように気をつけておいてくださいね。きれいにロープが見えるように、ねじれると細身になりますので、ふっくら感がなくなりますから。
ちょっとこの辺は気をつけて。で、こう一応全部6本巻きました。一旦折り返します。折り返して D カンの中に通します。で、この輪の中に通して一結び。これでビシッと動かないようにしたいと思います。こちら側も一緒です。折り返して後ろに回し、で、この輪の中にこのロープを通します。で、これで一結び。これもね、ねじれますので、ねじれは直してください。ここでギュッと思いっきり引っ張っといてください。 D カンはねかなりしっかりつけとかないとリードでどれだけ引っ張られるか。これもやはり幅の出る編み方ですから、どうしても中型大型兼用になりますので、かなりの力で引っ張られるという覚悟をして思いっきり締めときます。はい、で締めた状態でピン打ちして落ち着かせようかと思います。よいしょ、やっと。はい、この段階でピン打ちをしときます。はい、そうしましたら次にこの今日はこの紫とブルーグリーンが交互に入れ替わり立ち替わり巻き留めていかなければいけないので、次にはですねこの色味を差し込んでおきます。色味が交互に紫ブルーグリーン紫ブルーグリーンと交互に互い違いになるようにしないといけませんので、このように、まあ、どの位置からでもいいんですけども、この主となる色味が交互になるような差し込み方をしておいてください。上に引っ掛けておいてください。そしてこれから通常の編み方に入りますが、今回はまず紫からスタートしますので、ちょっとこれは持ち上げまして土台を作ります。土台はいつもやるようなとよく似てまして、ただこういうふうに交差させるだけです。結びません、交差だけ。そしてこちらの一番端のロープを上からかぶせて外側に巻きます。そしたら次にこの色味がこう交差するようにするんですが、まずこの段は紫だけで、まあ、どちらからでもいいです。外側に、紫は外側に巻きます。内側でもいいんですけど、この段は外側にすることにしました。今回ここではね。そして次にまた紫、2番目の紫も同じ方向に巻きます。次もまた紫も同じ方向に巻きます。そして次も同じ方向に巻きます。紫は私の場合は右側に巻きます。で次の段はブルーグリーンを左に巻くっていう形で交互に巻き方を変えます。でこのようにしましたら、最後のここも上からかぶせて、これは外側、両サイドは外向きに巻き流します。これはもうずっと一緒です。上から下までこういう形になるんですね。ちょっと余計なロープがこうなります。でここを締めていくわけですよ。でこれも締める、これも締める。で D カンのそばですからね、こう D カンのすぐ下の編み方、結び方なので、やっぱりそれなりにしっかりとやる必要がありますし、
でまた次にこれもグッと締め上げてください。グッと締め上げて、で両サイドも締めて、この D カンの中、ベルト金具の中を通らないといけないので、その幅を意識して締めてください。で巻き、巻き直し、よいしょ、グッとね、力いっぱいやっといてください。はい、そしたら今度はこれは紫が一旦お休みなんで、また土台作りに入ります。土台作りは土台作りの芯、これを交互に U 字形に曲げるだけ、どこにも差し込まない。そして両側の一番端のロープをまた上からかぶせて外側に巻く。そしたら今度はブルーグリーンの出番ですので、真ん中からちょうど間から出すようにして、今度はこれは左側に巻きます。紫が右側だったので、これは左側、間から顔を出させて、これですね、左側に巻きます。で紫、グリーン、グリーン、でまたグリーン、一色ずつ一段一段違うんですね。代わり番号に1段ずつ編み上げていきます。外側に向けて流します。そしたら今度一番左端のまだらロープも、これはいつも外側に向けて巻きます。これもね、ねじれは気をつけて、で両サイドを軽く締めて、まずは巻き締めますね。まずは巻いて、よいしょ、でサイド、両サイド気をつけて、この中に入らないといけませんから、ちょっとそこら辺気を配るようにして、しっかり巻き上げて、はい、はい、今度はグリーンじゃなくて紫の番になります。なので入れ替わります。まあ、巻き、土台作りをしながら入れ替えればいいんですけどね。ちょっと分かりやすいようにこのようにしましたが、はい、そしたら今度は土台を作ります。ただ交差させるだけです。で上からかぶせて外側に巻く。
上からかぶせて外側に巻く。両サイドはこのように必ず外側に巻いてください。じゃないと綺麗な和民模様ができませんので、で今回今度は紫だけなので、今回は紫は右側に巻くことにしましたから、右に巻き流します。はい、そしたら両サイドをねじれを取って巻き直しましょう。ねじれを取って、でこれそれぞれ1本ずつ巻き締めていってください。で両サイド、よいしょ、よっと、全部下ろしてみましょうか。よっ、こういう感じになっていくんですね。これで少しは想像がついたかと思うんですけども、こんな感じで入れ替わり立ち替わり色味が交互になっていきます。これ互い違いに巻き上げるのはなぜかというと、同じ方向で、巻いていくとねじれていくんですよね。まっすぐにならないんです。なので紫は右側に巻き流す、緑の方は左側に巻き流すっていう形を取ると、まっすぐにストレートになっていくっていうことなんですね。ということなので、これでずっと最後まで繰り返し行ってってください。で今回もベルト金具ですので、先端がまあ5センチから3センチぐらい残ったらそこでストップっていう形になります。はい、ではこのまま続けていってください。今は紫を巻きましたから、今度はグリーンの方に行きます。なのでちょっと紫はちょっと引き上げておきましょう。で時々ね、こう全部揃えて引っ張って、こういうふうに引っ張った方がこの編み地がしっかり決まりますので、時々そうするといいと思います。はい、ではまた同じように土台作りから入っていってください。決して結ばずに交差するだけでやっていってください。はい、それではギリギリまで編み進めました。はい、こんな感じになっていくんですね。こう表はこういう感じ、まっすぐストレートに変わり番こずつに下に降りてってるんですけども、なんかこうして見ると交差してるように見えますけどね、波こう左により右によりっていう形だとこんな感じになります。で側面はこんな風な編み方になります。で裏側は巻き留めてってますので、こんな感じのくるくる巻きになってますので、ベルト金具のピンが入りやすいということになります。はい、でこれでもうここまでできましたので、あとはいつも通りの後始末になります。そして両サイド、この土台作りのロープが長く残りましたので、これで束ねていきたいと思います。はい、どちらか一方を U 字形に曲げて、全部の下をくぐって平結びをしていきます。これもね、ロープが長く余れば余ったなりに、いくつぐらいやるかはもうご自分の好みで決めてください。
で、この平結びはかなりギュッと力いっぱい結ぶようにしてください。よいしょ。ここはねピンが入りませんのでね。で、こう表に出るロープの色が整うような形に締めて、平結びをもう一つ。私今回これは少し長めに平結びをしようかと思っております。よいしょ。いいよ。毎日ね、1日2回も3回もお散歩行く子もいるかと思いますので、やはり消耗品ですからね、かなり丈夫に作らないと痛みも激しいかと思います。それを考えてお作りになってみてください。よいしょ。 1,2,3,4,5,6 個ですね。6個、一番短いのがここにありますので、だいたいこの辺りにしておこうかと思います。6個、もう1個いけるかな。もう1個私いきたいと思います。よいしょ。はい、はい、このぐらいにしときます。で、あとはこの芯をしっかり引っ張って緩みがないようにしといてください。で、いつも通り、レース編みの糸で毛糸針に通して2本取りでここを締めていきたいと思います。はい、そうしましたらいつも通り裏側の方から差し込んで、コブが見えないように裏側から差し込みまして、ちょっとね、この一番端のこのロープ、これがね巻きにくかったりするので、横差しを少ししますね。横差しをしていきます。そうすると束ねの時に手間がかかりませんので、で、こちら側も横差しを念のためしときましょう。まとめやすくなりますのでね。そしてしっかり引っ張ったら 2,3 回巻きます。糸がレース糸なので太いのでしっかり結べますから、まあ 2,3 回で十分かと思います。巻き上げるようにして巻いてってください。結びコブがねできないといけませんのでね、ちょっとその辺糸の長さを確認しながら、で、表から裏に、よいしょ。で、裏のコブを作って、ちょっとここだと よいしょ、なんとかギリギリですね。コブが出たら何回か刺して糸の切れ端が表に出ないように、ちょっと糸が短いので、はい、ここでカットです。
はい、そしたら一番短い寸法、ここにありますので、これの寸法に合わせてカットします。はい、そしたらここをいつも通り束ねてください。先端を溶かし止めてください。ちょっとね、角が尖ってるなと思ったら、火を当てたらこういう平らなもので押さえるといいですよ。あんまりね、こう角がこう引っかかりそうなぐらい鋭い感じの時はそんな風にしてみてください。ご自身が使う方、ご自身が引っかき傷作るといけないのでね。はい、これで完成です。ちょっとね、中型犬、大型犬用なのでかなり大きいですけど、でいつも通りまたここでご自身でここにループが欲しいという場合はベルトループを作りになって、あの押さえを作ってください。今回は動画では省きました。概要欄にはすぐ分かるところに貼り付けておきますので、はい、今回このような形で出来上がりました。視聴者様からの、まあ、リクエストで今回やってみました、ハーフチョークではないのですけども、ちょっと私はそのパーツを持ってなかったので、いつも通りベルト金具のもので作りました。はい、本日もご一緒にお付き合いいただきましてありがとうございます。次回はまた私が何かしらチョイスしてお届けしたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回お楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、失礼いたします。